はい、トゥインクルコーポレーションの唐津石破です。ですね、2021年7月の24日の土曜日でございます。今ね、レガーロにいまして、これから配信するんですけれども、その少しこう準備に時間があるので、ちょっとご挨拶しようかなと思いまして、昨日ね、発表しましたけれども、昨日はオリンピックの開会式でございましたね。で、私も生誕祭のね、情報解禁ということで発表させていただきました。9月の12日が誕生日でございまして、なんとかこう52歳をね迎えることができましたと、ね、これも一重に応援してくださる皆様のおかげと僕自身の健康管理の素晴らしさかなというふうに思っておりますけれども、はい、ですね、で今回ですね、もちろんティンクルコーポレーションが主催ではございますが、場所は阿佐ヶ谷ロフトでございまして、9月の12日の、13時開演ということになっております。で、今回は、配信も、します。で、なのでこう、東京以外の例えば北海道でも九州、沖縄、ニューヨーク、フランス、どこでも、見ることができますのでね、ぜひ見ていただきたいなと思っております。会場のチケットは、2000円でございます。で、配信チケットの方は1000円で、ございます。1時間から1時間半以内ぐらいだと思いますけれどもね、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。基本的には新作、トークなんです。トークしながら、作品を発表しながら進めていくんですけれども、私のこうお気に入りの私の好きな、マイム作品、そして新作マイム作品、そして、新作のダンス作品をね、こう挟みつつ、進めていきたいなというふうに思っておりますのでね、もう昨日発表して、で宣伝お知らせさせていただいたんですけど、もうチケットの売れ行きが良くて、で配信チケットの方も売れてるみたいで、ファンタジスタもそうなんですけど、今事務所が全部そういう管理というかしてるので、僕いつも最近分かんないんですね、誰がチケット買ってくださったとか、人数何枚売れたみたいな、情報来るんですけど、どなたが来てくれるっていつも分かんない状態なんです。なので教えてくれ、行きますとか言ってくれてる方は当然分かるんですけど、ですからこの間のファンタジスタも幕が開いて、でお客さんが見えて、ああっていう、来てくださってたんだなっていうのがね、最近のこう流れなんですけどね。なので今回も今回はなので僕お知らせするときに、もしチケットご購入されましたら僕にも教えてねって書いていたんですけど、すると結構みんな教えてくれて、で、それでご購入していただいていることが分かっているわけですけどもね、ぜひこれからもチケットをご購入された際はご一報を僕にいただけると嬉しいです。というわけでね、結構盛り上がるんではなかろうかと思っておりますのでね、今も毎日、作り込んでますので、お楽しみにしてください。というわけで9月12日日曜日です。私の52歳の、ね、誕生日、どうぞ、会場もしくは配信で、ね、見ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。